レッツライドアイライン。はい、ということで2016秋アニメ中間評価その3になります。では早速いきたいと思います。船を編む、こちらの方いきたいと思います。オール3点をつけさせてもらいました。まだまだね、4話という序盤なんですけれども、まあ本当一般小説のねアニメ化なんで、実に、安定して、全然ねつまんなくなく、普通に楽しく、視聴できているんですが、辞書を作るねお話です。なので、まあアニメ的な表現として、まあ例えばその文字がこう浮き上がってこうなんか空間に放出されていくとかね、まあそういったものはまあやはり一般の小説をアニメ化する際に見栄えとして必要なのかなってちょっと思ったりもするんですよ。アニメ的な見栄えがないから、それを取り入れてるというのは分かるんですけど、もう少しね、まあ抑えた演出があればいいのかなと、思いますね。まあ原作の力自体はあると思うんで、まあやはりね、そこは原作の、力を信じてしっかりとね、堅実に、作ってほしいかなという個人的な感想です。はい、ではその次ですね。私がモテてどうすんだ、こちらの方行きたいと思います。ストーリー 2.5、 キャラクター 2.5、 アニメーション3、総合 2.5 点をつけさせてもらいました。本当タイトル通りです。なんかその太ったね、オタクの女子が、なんか風邪かなんかで寝込んだのかな、寝込んでしばらく引きこもってたら、急に痩せて超絶美人になって、なんかそのそれまでね、なんかまあ信仰はあったそのイケメンのなんか高校生4人ぐらいに、俺のものだ俺のものだ俺のものだって言ってね、取り合われるっていうね、まあギャグなんですけどね、ギャグなんですけどね。でもねこれね、あんまり言いたくないんですけど、太った人って急激に痩せると皮がダルンダルンになるんですよ。だからあんな感じになんないですよね。どうでしょうね、少女漫画的なテンプレに溢れてるかなっていう印象が強いですね。まああと最近のね、その女性の不女子推し的なものね、アニメとかね漫画好きな女性多いんですけど、なんでしょう、不女子っていうカテゴリーに女性が全員が全員入り込むかって言ったらそうじゃないと思うんですよね。ただ最近のアニメに出てくるそのアニメとか漫画好きな女性は、ほとんど不女子の表現にしかなってないんで、まあその辺ね、普通のアニメが好きな女性だっているんだぞっていうところをね、まあそろそろ出てくる作品あってもいいんじゃないのかなというところで、まあちょっと辛めの点数になってますが、こういった形になりました。はい、ではその次ですね。ガーリッシュナンバー、こちらの方行きたいと思います。オール3点をつけさせていただきました。これね実は点数相当悩んだんですよね。まあ何でしょう、ストーリーもキャラクターも、割と不快系のお話です。何でしょう、ストーリーで言うと、アニメ、まあ声優のお話なんですが、その例えばアニメ制作の、本当に悪い部分だけを極力抽出して、作る脚本だったりとか、そのキャラクターもね、その声優の仕事ってちょろいじゃんみたいに考える、主人公の、まあ態度とかね、そういった仕事の姿勢とかもね、まあ本当に本当に何でしょう、悪意を極力高めたような、構成になってるわけです。だから、何でしょう、本当に個人的な感情だけで言ったらストーリーとかあんまり気分がいいものじゃないんで、本当は 2.5 点をつけたいんですけど、客観的にね、評価する点で見れば、あくまでねそういったところを強調して作ってますよっていうところがね、透けて見えるんでね、まあそういったところも含めて見れば、今のところは3点かなと。まあこれから先ねどういう展開になるかわからないですけれども、まあ要すごく面白くなるか、それとももう本当にどんどん不快になっていくかのね、二択だと思うんで、まあこちらの方はね、注目して見ていきたいかなと思っております。はい、ではその次ですね。ドリフェス、こちらの方行きたいと思います。オール3点をつけさせていただきました。ゲームセンターとかで一時期流行ってた女の子向けのゲームで筐体があって、カードをねガチャガチャして、その女の子のその衣服とかね、衣装とかそのティアラとか靴とかをそのキャラクターに着せて、まあその踊ったりとか歌わせたりとかして遊ぶような、ゲームがあるんですけど、ドリフェスはね、それの男バージョンです。なので、なんか不安が
こうなんか変なアイテムを持ってそのカードを男性アイドルたちに無数に投げつけるわけですよ。その投げつけたカードの中からそのアイドルがピシッと、ね、何枚かカードを取ってその服装に着替えて歌うっていうね、まあそういう展開のお話なんですが、まあなんでしょう、しっかりアイドル活動してるなというイメージが強いです。他のねアイドルものって意外に脱線したりとかすることが多いと思うんですが、まあまあしっかりと、アイドルという新人アイドルの道をね、地道に行くようなお話なんでね、今のところは、とても、すんなり、見れるような作品かなと思っております。はい、ではその次ですね、ドリフターズ、こちらの方行きたいと思います。ストーリー4、キャラクター4、アニメーション 4.5、 総合4点をつけさせてもらいました。かなりいいですね。なんといっても、規制がないというのが本当素晴らしいと思います。規制をね、各地方局の放送コードに合わせて、まあ普通の既存の作品というのはね、規制がかかってしまうんですが、このドリフターズに限って言えば、規制なしでの契約を結んでるらしく、その残虐な描写とかね、まあそういった描写も、一切そういった、表現的なものの規制が、移されることなくね、今のところ流れてます。本来ね、作品というものはそうあるべきで、その作り手のね、主役だったりとか、その表現だったりとかっていうのを極力尊重して、流すものだと個人的には思ってます。なので、まあ残虐描写に対してね、規制とか、入ってしまうのは時代的には仕方がないのかなとは思っておりますが、このドリフターズは、それを真っ向から反逆するようなね、とても、武骨な、気概を感じるいい作品だと個人的には思います。ストーリーもね、まあまあ、 原作が全然実は進んでないというのもありますが、今のところはかなりワクワクする出来栄えですし、キャラクターもね、当然魅力のあるキャラクター、そしてアニメーションも、そのさっきもね取り上げた規制含め、規制以外でもそのアクションシーンとかね、迫力のある、作り、とにかく、レベルが高水準ですし、何よりもスタッフの方がね、原作が終わるまで、しっかりとアニメ化すると明言しているんでね、こちらの方をしっかりとね、このクオリティで楽しみにアニメ化を待ちたいかなと思っております。アニメ化を待ちたいかなって言い方おかしいな、楽しみに、物語の終わりまでアニメ化することを、待っています。はい、ということで、その次の作品いきたいと思います。ロストレージインサイテッドウィクロス、こちらの方行きたいと思います。ストーリー3、キャラクター3、アニメーション 3.5、 総合3点をつけさせてもらいました。前作でかなりもうほとんど解決しちゃった、お話だったんですが、今回ね、その前作の要素は多分ほとんど切り捨ててるのかな、なんかまあ、全く新しい新シリーズということで始まってますし、出足としては今のところは普通かなっていう印象が強いです。ただね、アニメーションはかなり丁寧ですし、最新までね、幼馴染が、かなり、すごいことになってたんで、これから先ね、どん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 この作品は暗いのがね売りだと思うんで、暗くなっていくと思うので、これから先の暗くなりっぷりに期待したいかなというところではあります。はい、ではその次ですね、配給カラスの高校 VS 白鳥沢学園高校、こちらの方行きたいと思います。ストーリー 3.5、 キャラクター 3.5、 アニメーション 4、 総合 3.5 点をつけさせてもらいました。ですね、もうタイトルにある通り、丸々決勝戦です。丸々決勝戦のバレーボールの試合をワンクール丸々やるっていうのはもう相当大変なことだと思いますが、今のところ高クオリティ高水準で、バレーの試合描写してると思います。今までのね、合間合間があったテレビシリーズとは違い、常にバレーの試合をやっているんで、その目を見張るようなね、ものすごい迫力のある絵作りっていうのは今のところは見受けられないんですが、何でしょう、ものすごく実際のバレーの雰囲気
に近いというかね、まさしくねそのバレーの試合を見てますみたいなね、臨場感はこのシリーズ、まあ、この決勝戦シリーズね、で味わえるんではないでしょうか。まあ、あのストーリーもね、今までの伏線等ね、まあ、この試合中に考えているキャラクターの気持ちとかね、そういったものもしっかり出てますし、キャラクターもね、もちろん今まで面白かった魅力的なものもありましたし、まあ、あのかなり素晴らしいいい出来だと思います。はい、ということで、2016秋アニメ中間評価その3をお送りしました。ありがとうございます。レッツライドアニライン。